ドラッグ&ドロップ。 M エディターには様々なドラッグ&ドロップの方法が存在します。 M エディターでテキストを選択して他の場所にドラッグ&ドロップを行うと、選択されたテキストは他の場所に移動されます。ドラッグ&ドロップをサポートする他のアプリケーションに選択テキストをコピーすることもできます。ワープロ、ウェブブラウザ、メールソフトウェアなどアプリケーションの多くはドラッグ&ドロップをサポートしています。規定では同じ M エディターウィンドウでテキストをドラッグすると移動になり、他のウィンドウにドラッグするとコピーになります。しかしこの規定の動作を変更することができ、ドロップの時にコントロールを押しているとコピーになり、シフトを押していると移動になります。画面の左上の M エディターアイコンを他のアプリケーションにドラッグ&ドロップすると、そのアクティブな文書がコピーまたは他のアプリケーションでオープンされます。例えばアイコンをデスクトップにドラッグすると、アクティブな文書がデスクトップにコピーされます。アイコンをウェブブラウザにドラッグすると、その文書をウェブブラウザで開くことになります。アイコンをアウトルックのメッセージウィンドウにドラッグすると、その文書を添付ファイルとして開くことになります。 M エディターの一つのグループで2つ以上の文書が開かれているとき、あるタブを同じタブバー内の他の場所にドロップすると、 M エディターはタブの順序を変更します。タブを M エディターウィンドウの外側にドロップすると、ドラッグされた文書で新しいグループを作成します。切り離されたタブを元のタブに持っていくと、2つのタブは結合されます。